カタカナ語を日本語だけで説明する、簡単そうに見えて意外と難しい、そんなゲームがあったのでやってみた。ボブ辞典。プレイヤーは山札からカードを1枚引き、そこに書かれたお題を日本語のみで説明します。他のプレイヤーがお題を当てた場合、お題を当てたプレイヤーとお題を出したプレイヤーに1ポイント入ります。そしてお題を当てたプレイヤーが次の山札を引きます。これを繰り返して山札がなくなった時に一番高い点数を取っていたプレイヤーが勝利です。時間の経過を意味します。10、9、カウントダウン。正解。なるほどね。金品をかけて競り合うオークション。へえ。ポニー。難しいな。可愛い女の子、成長、企画、育てる人。ケンさんやってる。プロデューサー。ピンポン。おー。正解。